おはようございます。3月30日水曜日、現在時刻が4時25分です。真っ暗です。こんな真っ暗な中で何をやっているかというと、購入したばかりの GH6 を使って今星空を撮っています。今もうね、周り真っ暗なんですけど、雲が今ね全然出てない状態なので、どれぐらいこの状態で、GH6 とパナライカのこれは 12mmF1.4 ですね、このレンズとの組み合わせで、どれぐらいの、星空が撮れるかっていうのをちょっと試したくて、今撮影しています。で、設定ですが、シャッタースピードは1/30 F1.4、 そして ISO は今1600にしています。さあどうかな。これ今南側の空撮ってるんですけど、このままずっとこう上に降っていくとこんな感じです。さあどうでしょうか。1600だったら結構きついかな。ちょっと厳しそうですね。というわけで ISO じゃあちょっと上げてみます。 ISO 変更して、ISO 感度が今3200ですね。3200でこんな感じです。これが今南の空ですね。で、ここから西の空に行って、北の方はね、そんなに今ちょっと明るいんであんまり星見えてないんですけど、これが真上。やっぱり南の空が分かりやすいかな。はい、じゃあ ISO 変更します。 ISO 変更して今6400ですね。シャッタースピード 1/30 F1.4 で ISO 感度6400です。どうかな、ノイズの出方とかどうでしょうか。6400まで上げるとだいぶノイズ出てくるかと思うんですけど、さあどうかな。この辺がね、やっぱりソニーのフルサイズ機の α7S3 なんかはもう高感度めちゃめちゃ強いんで、6400ぐらいだったらもう全然、ノイズ感もなく綺麗に撮れるんですけど、さあマイクロフォーサーズのこのセンサーサイズでこれがどれぐらい撮れるものか楽しみですね。 ISO を変更して12800になりました。 ISO 感度12800、シャッタースピード1/30は変わらず F1.4 で ISO 12800です。さすがにもうここまで上げちゃうとこうノイズがザラザラ出てくると思うんですけど、さあどうかな。結局この黒い部分が潰れなきゃいいんですけどね、こう真っ暗な空の部分が多分ね、こうベタッと潰れちゃうんですよね。そのあたりがどういう感じで出るかっていうのをちょっとね確認したいと思います。寒。さあじゃあ帰ろう。それではモーニングコーヒーいただきます。いつもと同じバリスタと、そしてカップは今朝はチャムスカップですね。いただきます。うまい。はい、というわけでですね、ついさっき撮ってきた、星空の夜景撮影ですが、いかがだったでしょうか。まだ編集はしてないんですけど、撮って帰ってきてからすぐに、素材の確認やったんですが、いや意外なね結果でちょっと驚きました。当然マイクロフォーサーズっていう小さなセンサーサイズの、カメラで撮影しているので、やっぱりああいった暗証ってね結構苦手だったり、するんですけど、意外とこの GH6 の、暗証性能、暗証端性っていうのが、あることがね分かりました。どうしてもまず ISO1600 だとちょっとね暗すぎるっていうのはあるんですけど、やっぱりね1600ぐらいだったらそんなに、ノイズも目立たなくてよかったかと思います。そして3200になるとどうしてもノイズ出てくるんですけど、そんなね嫌なノイズじゃないんですね。ザラザラっとしたような感じじゃなくてね、こうなんて言ったらいいのかな、こうツムが滑らかって言えばいいのかな、そんなね、こう見ててこう不快になるようなノイズっていうわけじゃなくて、こう見ててもねそんなにこう気にならないっていうようなノイズ感でした。そしてこれが6400以上になってくると、こうノイズがどんどんひどくなってくるんですけど、なんとか6400ぐらいまでだったら、使っても大丈夫じゃないかななんて気がしました。特にこう、
まあ、星空は、まあ、星はそうなんですけど、こう周りのこう真っ暗な部分っていうのがこうベタっとこう潰れたっていうような感じじゃなくて、なんかねこう見ててもそんなものすごくこう気になるようなノイズ感っていうのではなくて、まあ、当然ノイズは出てるんですけど、まあ、素材として使っても、まあ、一時的だったら大丈夫なんじゃないかなというように思いました。さすがにね 12,800 になるときついですね。で、一つこう注意点があって、取ってきた素材をねそのまま見ると特にね、そんな感じ印象を受けたんですけど、これを実際編集やってみたりだとか、あと実際 YouTube にこうアップロードした時にこう圧縮がかかったりだとかで画質の劣化っていうのがね当然出てくるんですね。まあ、そのあたりが、まあ、実際例えば YouTube なんかでアップロードして再生した時に、まあ、当然見てるモニターだとか、環境でまたそのあたりの見え方っていうのも変わってくるし、まあ、4K で見てるのかフル HD で見てるのか、まあ、それ以下で見てるのかでも当然ね変わってくるかと思うんですけど、とにかくこう撮った素材を確認した限りではねそんな感じを受けました。まあ、見ててそんなにね不快になるようなノイズじゃなかったので、いやなかなかこの GH6 の暗所耐性、使えるなと、感じています。まあ、大体新しいカメラだとかレンズ購入した時ってね、こういうような、まあ、星空撮ったりとかして、まあ、周りのこうノイズがどういう風に出るかっていうのはね毎回大体試してるんですけど、 G9 Pro だとか、去年秋に購入した GH5 Mark II なんかではね、やっぱりちょっとこう見てて不快になるようなノイズがこう出てたんですけど、まあ、そういった意味ではねこの GH6 のノイズっていうのはなんだろう、あんまり本当に不快にならないようなノイズなんですね。ちょっとこううまく表現はできないんですけど、まあこれぐらいのノイズ感だったら、暗所でも十分使っていけるなと思いました。まあ、当然レンズが今、これ 12mm の F1.4 で明るいレンズなんですけど、まあ、こういった 8mm、18mm だとか、あと 12mm、60mm っていう、このレンズっていうのは F2.8 スタートということでね、まあ暗くはないんだけどめちゃくちゃ明るいレンズっていうわけでもないので、まあ、このあたりのレンズを使った時っていうのはね当然またノイズ感変わってくるかと思うんですけど、まあ、今実際に使っているこのパナライカの 12mmF1.4 このレンズはねなかなか GH6 と組み合わせた時に、まあ、暗所耐性っていうのは優秀だと思います。そうこう言っているうちにだんだん外が明るくなってきましたね。現在時刻が5時半です。5時半でもだいぶ外ね明るくなってきましたね。今日は全く雲のない天気です。ただ気温は寒い、風はもう今ほぼないですね。さあこの 12mmF1.4 本当ね明るいレンズなので、そして軽量コンパクトなので非常に使いやすいんですね。あ、ピントが来ない。どうしてもこれ外を撮ってる時にね一回ああいう風な感じでピント外しますね。まあその辺が GH6 の可愛いところです。